マッチ棒パズル。正しい等式を作るノートレイが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は7-6=1となり、正しい式になりました。第2問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は3=5-2となり、正しい式になりました。第3問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は −5+11=6となり、正しい式になりました。第4問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は4+3+1=8となり、正しい式になりました。第5問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は5=5=3+2となり、正しい式になりました。第6問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は8×9=32+40=72となり、正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。